と勢いをつけないといけない。もうバカやらしげ。あ、なんでもないですわ。今のは自分に言った暴言でございますので、本当に、まあ、お嬢様が暴言を吐くなんてことないじゃありませんか。あるわけないじゃありませんか。皆様ちょっと夢でも見てたんじゃありませんの。困ったもんですわ。こよりの配信を見てる間に居眠りをしてしまうなんて、お嬢様への愛が足りないんじゃありませんわの。ん？ちゃちゃ